影な基礎劇者は、リチャード・コンドンによる1959年のスパイ小説。朝鮮戦争で捕虜となり、洗脳を受けて、米国に帰国した政治一家の息子が、共産党の暗殺者として暗躍するという、冷戦をモチーフにしたストーリー。現代は、満州からの候補者の意。洗脳、スパイ、用人暗殺などという発表当時は斬新な題材が盛り込まれており、 ジョセフ・マッカーシーによる赤狩りが吹き荒れていた1950年代米国の不安を浮き彫りにした作品。後に、米国では現代を小文字にしたマンチュリアン・キャンディデートが洗脳された人という意味を持つようになり、2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党候補者のバラク・オバマは隠れイスラム教と共和党候補者のジョン・マケインはベトナム戦争中、北。 ベトナムで捕虜になっている間に洗脳されたとして、それぞれ保守派からマンチュリアンキャンディデートだと中傷された。1962年に同盟で、また2004年にはクライシス・オブ・アメリカのタイトルで二度描かされた。朝鮮戦争から帰還した陸軍軍曹レーモンド賞は、部隊を救った英雄として議会名誉勲章を授けられたが、実は満州で捕虜になっている間に、 中国の専門家たちから洗脳を受けており、彼らの意のままに人を殺すようプログラムされて帰国していたのであった。上官、マーコをはじめ、レイモンドの戦友たちは身に覚えのない悪夢を見るなど奇妙な症状に悩まされていた。調査を開始したマーコは、レイモンドが暗殺者に仕立て上げられており、彼の本当の標的が、米大統領選挙の指名候補者であることに気づく。 ありがとうございます。